はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけれども、スティッチのね、新ツムが来ましたよね。昨日ね、6月に入りまして、来ました。で、こちらのツム、引くべきなのかというところと、新ツムのね、評価をやっていきたいなと思っております。で、まあ、リロイとね、ガントゥーが出たんですけれども、リロイに関しては、ボイス付き期間限定で、ガントゥーに関しては、ボイスだけ期間限定の常駐積むという感じとなっております。はい、ということで、まずは引くべきかなんですけれども、はい、基本的にね、引く価値はございません。強さ的にもそんな強くないので、はい、引く価値はありません。まあ基本的にコレクション要素でいいんじゃないかなと思います。で、ちなみに言うと今引く、はい、べきでもないので、とりあえずね、コインを貯めて待ってていただきたいなと思います。まあ、それはなぜかというとですね、4日からまた第2弾の新ツムが来まして、ハムスターベール博士という、キャラクターが出るんですけれども、こちらがね、なかなか強そうな、新スキルを持っているので、やはりこれをね、狙いつつ、おまけでリロイと、ね、ガントゥをね、手に入れていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ基本的に、引くことはお勧めしません。はい。まあスキルマー作りたいっていう方は、スキルマー目指してね、頑張って引いていただいて、他は基本的にコレクション要素で、全然構いません。はい。で、評価の方なんですけども、まずはね、リロイの方を使ってじゃね、はい。やっていきましょう。で、動画をね、流しながらやっていくんですけれども、まずはね、数箇所でまとまってツムを消すよということで、はい、皆さんね、このツム、びっくりしたよね。なかなか爽快で面白かったよね。はい。で、このツムのスキル発動数がね、18ということで、ちょっと重いんですよね。これがね、ちょっと気になるというところですね。で、これね、スキルレベル1上がるごとにですね、消去回数っていうのが2上がっていくので、スキルレベル1で6なんですけれども、まあ、最終的には16になるというところで、16になるとね、すいません、めちゃめちゃ爽快でね、楽しいんですよ。はい。で、ちなみにスキル発動中のスキルゲージの反映は若干ね、少なくなってるっぽいです。多分ね、半分にはなってないんじゃないかな。半分になってるかなってないかぐらいの感じなんじゃないかなと思います。はい。微妙にね、溜まりにくくなっている、仕様になっていると思われます。はい。これがね、どんぐらいの範囲になっているかっていうのが、消去回数が早すぎて、全然わからん。全然わからん、本当に。はい。なのでね、はい。まあ、とりあえずそこはね、言えるかなというところで。まあ、ちょっとね、なので、まあ、スキル発動重いっていうのもあって、なかなかね、ループしないんですけれども、ボムがね、結構発生するので、そこをね、うまく利用すれば、まあ、いい感じにね、スキルが回ってくれます。はい。で、このツムはね、スキルマックスに必要ツム、スキルマックスまでに必要なツムは36体というところになっております。で、最大スコアはね、1295ということで、まあ、まあまあ、割かし強いかなと思います。で、まあ、あのね、自分はね、あのコイン稼ぎメインで評価していくんですけれども、まあスコアに関しては、まあ1億とか出れば、スコアに関しては評価しようかなと思いますけど、まあ特にね、はい、そういうツムではない限りは、触れません、スコアに関しては。で、コイン稼ぎの方なんですけれども、まあ自分がスキルマックスで使うと大体5、4ありで5000枚ちょいぐらいです。で、このツムは自分的にはね、ボムアイテムを使うことをおすすめします。ただね、ボムアイテムは1500コイン必要なんで、まあ、これがね、効率がいいかっていうとわからない。けども、使うと2000枚ぐらい増えるんで、まあ2000枚弱ぐらい増えるんで、はい。そうするとまあ、とりあえずね、使った分は回収できるかなと思いますので、それにプラスね、コイン倍率が乗ってくるので、まあ、そんな損はしない。はい。割かしね、プラス側に行くこともありますので、自分的には、ね、楽しさ重視で行くと、ボムアイテムはね、かなり重要なんじゃないかなと思います。ボム割りだとね、だいたい7000枚平均は行くかなと思います。いい時8000枚以上とかね、全然行くんで、はい。なかなかね、
爽快で面白い爪でございます。でコイン稼ぎ以外にもミッションでもかなり優秀で、まあ、まずはコンボミッションですよね。であとはボムミッションで、タイムボムのミッションも使えるんで、はい、まあそう考えるとね結構強いかなと思います。でおそらくねこのツムは赤色のツムに判定するんですけど、赤色のツムってねそんな強いツムいないんで、そう考えるとねこの赤色ツムっていう枠でまあこれだけのまあ強さをね秘めてるんであれば、まあこれからミッションとかイベントとかでね結構重宝するんじゃないかなと思われます。はい、ということでまあ自分がね、評価するとまあリロイはそんな感じでございます。とりあえず強くはないです。まあ5月のアナキンとかマスタールークのが強すぎて本当に、強くはないです、まあ、54のみで5000枚の時点でほぼ使い物にならないんですけども、まあ、とりあえずね自分的にはスキル演習的にはめちゃめちゃ爽快で、そこら辺はねおすすめいたします。それ以外はそこまでおすすめしないですね。まあコレクション用のツムっていう感じで捉えていただければいいと思います。で次はガントゥになりますけれども、ガントゥはね消去数がえぐいよね消去数がえぐい。スキル4とかでも33とか消して、自分スキルマンのプレイもしてますけど41だったかな、大ツムなしで41消してたんでびっくりだよびっくりでね、コインマイナス補正は見た感じね入ってはなさそうですね、入ってはなさそうでした。はい、でまあ何がね稼げない原因になってるかというと、スキル発動数がねちょっと重いんですよね。そこがね多分ネックになってると思われます。でまあスキル発動数がね何なんですかっていう話なんですけれども、まあ一律で、ね、16になってます。はい、まあ、野獣とかねアナキンとかに比較するとまあ14ですし、まあそこの1個上で言うとですね、メリーポピンズとか、あとは白生ただシンバかな、この辺が多分15なんですけども、まあこの辺がねスキル発動がね1違うんだけど、その1がね結構でかいんですよね、スキルが回るか回らないか。はい、というところで、まあメリーポピンズも消去数高いじゃないですか。そう考えるとやっぱりねすいません、うん、ちょっと弱いと思ってしまうんだけれども、常駐の横ライン消去で言うともう最強ツムになってるんじゃないかなと思います。はい、もうクリストフなんかの比較にならないぐらいの強さになってると思います。はい、まあそこは言えるかなと思います。でコイン枚数で言うとまあ大体5000枚平均ぐらいかなと、5000枚ちょいぐらい、まあ大体ねリロイと同じぐらいです。はい、ただね演出が長いんでもうあまりおすすめできないです。はい、という感じで、うん、まあね多分スキル 3,4 ぐらいからガジェット超えれるんじゃないかなと。まあただねスキル演出が長いので効率で言うとあれなんですけど、消去数が多いんでノーアイテムのコイン稼ぎがね結構ね優秀なんじゃないかなと、考えられます。はい、スキル4とかだったらもう全然ガジェットより上かもしれないですね。うん、まあ演出が長すぎてあれかもしれんけど、はい、ガジェットの方が強いと言われるかもしれないけど、はい、まあとりあえず常駐なんでおまけ程度にね、考えていただければいいんじゃないかなと思います。でサブツムとしてはねちょっとねいただけなくてめちゃめちゃ見づらいんですよね。黒いツムとも一緒に出るし、なんかねこのツム青色の判定なんかなっていう感じなんですけども、でも黒色の判定もあるらしいんですよ。はい、なのでなんかねちょっとね難しいですね。でちなみに、スキルマックスまでの必要ツム数はね36で、最大スコアね1266ということで、まあ最大スコアはねわりかしいけど、スキルマまでの必要ツム数36っていうのがねきついですね。はい、まあそんな感じで、まあ特にねおすすめしないっす。ただボイス付きなのでボイス付きの時点でねまあ1体はね手に入れておきたいなというところですね。あとはこの常駐のボイス付きということでピックアップのねラストショーに来る可能性っていうのが結構高くなると思いますので、まあ、そこでねスキルマンになっ
といてくれれば、スキチケにすぐ変えることができるので、まあ、そこの辺においてはもう、ガントゥはもうそこの評価のみかなと言っても過言ではないかなというところで、はい。まあ、そんな感じでガントゥは、まあ、そんな強くないです。弱いです。はい。ということで、まあ、特にね、引く価値がないので、コレクション用なので、皆さんは基本的にコイン稼ぎして、ハムスターベル博士に向けてね、コインを貯めていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、皆さん引き続きコイン稼ぎ頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイ。